やっぱりヤバい魚って釣られてないから残ってるんですよ。そうさ、その袋に入ってんのこれなんですか？これはあのプロとのデプスさんとのコラボの。デプスとコラボするんですか？うわ、しかもなんかすんごいことになってる。フラットバックベースで、はい、あのフォークで使いたいんで、はい、針がでかい型を作ってもらったんですよ。あ、型を作ってもらったんですか、ね、フラットバックの形で。針が50搭載みたいな。はあ。ワンサイズでかい。だから、まんまではなくて、新しく型起こしてます。でも、まんまはフラットバックなんで。ヘッドはフラットバックの、そうそうそう。あの、振り抜けのすごい。で、針がでかいっていう。で、なんか、スカートがなんかとんでもないことになってるんですか？そうですね、あの、長いです。これにあの、フォークをつけると、NZ ぐらいの長さになりますね。うわ、あ、結ぶの失敗しちゃった。あ、デプスとロデオクラフトのコラボみたいな感じなんですね。そうです。すごいな。うわ、ちょっと やべえルアーが。いけてません、ね。盗んだらそれちょっと見せていただいてもいいですか。これはやばいな。ちなみにウェイト83と 2V1 しか出ないですけど。いや。あ、で、両方50の針が。そうです。うわぁ、でかいトレーラーつける専用の。そうです。泳がせるためのっていう感じになるんですかね、じゃあ。やっぱ言うてロングアームとか食うじゃないですか。はい。はい、あんなのリスふわって。で基本でかいです。後ろの方をねかじられて乗らないのもちょいちょいある。はい、でもそれをズバーッと吸い込むやつだけやってこいみたいな。バス多分吸い込んでないですけどね。飲もうとしてる感じですけど、まあまあそのかかるやつだけっていうか、はい、まあかかるやつだけっていうか、そんぐらいそのでかさがないと騙せないっていうのかな、はい、やる気にならないでかいやつが食うから、普通の例えばルアーで釣れて、はい、そいつが乗らなかったとしてももう税金かなと。しょうがないよねみたいな。しょうがないよね。だってそいつを普通に乗らないやつを乗せようと思ったら普通の釣りした方が絶対良くて、はい、そもそもそのクソでかいやつっていうのかな、日頃食わないようなやつを食わせようと思うと、それなりのものじゃないとあの人たち食ってくれないじゃん、はい、まあ、これなら騙されてもいいやって思うぐらいのものっていうのかな。何にしようかな。一応でね、フォークも2サイズ高さ、うん、あのボディがある程度リーチにダブルテールみたいなやつと、はい、あとこれよりちょっと細いんだけど、なんていうかな、スカートがもっとスカートじゃない、テールが鋭角でビリビリ動くやつと、はい、このダラダラ動くやつの2種類。その巨大バリジグに、はい、で、あれ今縫い刺しですか？今縫い刺しにしちゃいました。なんかボロボロになってきちゃったんで、あ、通せば OK です。脱落防止縫い刺し仕様で、はい、で、バーブレスでその浮き止めゴムのような感じので止めます。はい、浮き止めみたいなのつけないと、はい、ポーク飛んでっちゃうって。つけた方がいいですね、はい、バーブレス。かといってバーブレスじゃないと通し刺ししづらいんですよ。今度できるんだけど
で大切なフォークはちょっとボロボロに、そうそうなっちゃうから言うてね、これ本気で食うやつはそうバレない。今年のやっぱ肝になるって巨大魚もほとんどそんな感じのセッティングで取られてますもんね。そうですね、通し差し段、抜い差しダメだ、通さないとダメだ。あれ、はい、58、59ってそれでしたっけ。58これです。あと春先のなんかすげえ太い金魚みたいなやつも、はい、春先じゃないか。5パチやばかった。あれはもうかけた瞬間久々に、あ、やべえの来たって言っちゃいました。いやー、ふざけて口開けて測ったら60ですよ。だってそんなのいくら、三島といえどもうほんとずっと効かないですよ、そんなサイズ。そう、なかなか関東のドリームサイズですよ。大きく測っていいんだったら年間3、4本60アップ釣れますけどね。デロンデロンなんとかもやっぱり、あ、こういう感じで、なんだろう、長いじゃないですか、はい、長いからこういう感じでベロンベロン。色も5色ぐらいしか作んないですけどね。え、ジグがですか。俺が好きな色だっけ。あ、今日深いところやるんで2分の1、8さんが多いんですけどね、はい、その辺よく釣れる、これつけた時点で普通の魚狙いに行けなくなるねえ、当たった、あ、乗らないっていうのがめっちゃある。しょうがない、しょうがない、しょうがない、税金なんだ、代償を払わなきゃいけない。やばいやつを狙う、代償を払わなきゃいけない。コッコッコッとスプーンみたいな浮いてる時とかこう見えるじゃないですか。あー、絶対針食べてない、絶対針食べてないとか思いながらやってます、ね、でも冗談抜きで、それって松本さんが関東で55アップ狙って釣るために作ってるセッティングっすよね、だってこれ。でかい魚が釣りたいだと、4号とか4パチじゃなくてもう明らかに4は54は超えてくるようなサイズとかを取りにかかる。そうですね、でもね、乗らないって言うけど、これじゃなきゃそもそも食ってないよねみたいなのも結構ある。はい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 、はい、まあ他でも食うよねってやつも食いますけど、まあみんなジグストとか一緒に乗る人が好きだからやるじゃないですか、露骨に食うっていうのも多々そのボリューム感とはためき感がだから、ここ食ってくれたみたいな。出るよねっていうのは感じますね、はい、これに関しては。で、巻きでもそれ、ダラ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 って動くんですよね。そう、ベロベロ。まあ、天然素材なんでばらつきはあるっすよ。でもこれ別に動いてなくても、こうやってるだけでも釣れますしね。そのボリューム感ですもんね。そうですね。ジグまで作っちゃう。どういうことですかね。あの値段で言ったら絶対フラットバック買った方がいい。これだけのためにね、針もでかいのつけちゃって。あ、一瞬で吐きましたね。しょうがない。しょうがない。ここなんだ。そうでかくないだろう。今カッカってきたんですか。いや、もう思いっきりとパーンって跳ねてました。パーンって跳ねてすぐ終わってます。でっかいのがいそうなとこ回ってみましょう。はい、
そうね、冬限定ってわけじゃないですね、ポーク自体は。はい、いつも使う。ただすごい気をつけなきゃいけないのが、はい、皮だけのポークとかって夏カピカピになっても多少治るじゃないですか、うん、油が抜けちゃうと結構きついんで、うん、これ脂身じゃないですか。じゃあちょっとこういう夏の時期は管理を気を使って、うん、しっかりした方がいいです。じゃあ大きいのを狙うのは自由なんでね、釣れるかどうか別として。黒のがいいかな。でも今日だったらこっちの色のが釣れそうですね。普通のジグすげえちっちゃく見えますもんね、これ見ると。これも釣れますもんね、それ。いやでも5ゼロ番搭載のフラットバックジグってだけでかなりなんかそっち系好きな人にはたまんない展開ですね、これは。肩新しく起こしましたからね、それを組むために。やっぱ変えてこないと、あーとか針のそのごつい針を中に流すための肩を起こさないといけない。まあ許可してくれたデペットさんに感謝ですね。はい、これはまだいつ出るんですかとか聞かない方がいい。まださ今カラーサンプル手配って感じです。まだまだこれから、うん、今やっぱ時間かかるんでね、うん、こんなご時世なんで。あ、そうですね、来年じゃないですかね、次は。豚の方が先出ると思う、うん、思うですから、ね、出るかもしれないかも。だからスカート自体もこれ、うん、あれなんですね、ファインシリコン、はい、細くて長いシリコン。なんかで、なんカットの方法ですか、なんか組み合わさってます。これはね、違うラバーも合わさってます。売るやつはファインの試してください。あ、もうね、ほぼ決まってて、ただそのあれ、あとカラーの、そう、あのできてるやつはみんな釣れて死んだだけで、今残ってるのがこれって、はいはいはい、あと54ぐらいの1本いただければ。あ、54でいいですね。あ、そうなんです。でもって言いながら58が出るはずなんで今日ごっぱちって俺年間 3,4 本ですよ。だからこの前あの山田さんと言ってる時本当あれ本当すげえ仕事中に、就業時間中に嫌がらせメールが届いちゃったので、マスオスさん満面の笑みでポンと、なんだこれ絶対三島っぽいんだけどな、この背景三島でも、やっぱりヤバい魚って釣られてないから残ってるんですよ。ダンスね、なんか言うても若干ちょっと一瞬三島は終わったみたいな雰囲気が流れ出した瞬間があったじゃないですか。昔よりはでもやっぱ数は減ったっすよね。あ、そう、数が減った。4分の1ぐらい。でかっ、待望のルアーですよ。え、これみんな好きなんですかね、これ。やっぱ冬に情報が出てから多分普通だと思うくらい。あの時からずっといろいろ素材だったり厚さだったり形状だったりやってて結構時間かかっちゃうんですね。あ、すげえいっぱい釣れるルアーではないじゃないですか。うん、すげえいっぱい釣れないし狙ってる魚もすげえいっぱい釣れないから、はい、やっぱり時間かかる。うん、それ二方悩んで両方出せばいいやと思う。うん、2個で5000円ぐらいになるんですよ。そのぐらいになっちゃう。まあでもワームみたいになくならないんでね、なんかロストしない限り。うん、名前はヤバタンとボコタンですよ。え、本当ですか？本当ですか？
ヤバタンとボコタン。はい。ボコタンはどういう意味ですか？ボコタンはボコボコに釣れるのボコタン。ボコボコに釣れないんだけど。ヤバタンかって。58が釣れたのはどっちだったの？ボコタンです。ボコタン。58がボコボコに釣れる。釣れないです。そんなにいてたまるかっていう話です。関東なんで。でもその前のあのヘラブナみたいな形したブラックバスしたのがヤバタンの方です。ヤバタン、はい。はい、しゃあ、なんだよ、めっちゃ今糸を走ってましたね。キューとか言って。糸が。ちっちゃいワーム吐く日にこんだけでっかいのはやっぱ結構きついな。まあいいんですけどね、でかいやつが食う率が上がれば。ボコタン、ボコタン、今これはヤバタン、ロデオクラフトヤバタン、 RC ヤバタン、 RC ヤバタン。名前はふざけて、もうね、名前がうち決まんないんですよ。いつも決まったと思ったらなかなかすごい名前が来たのが、もういいかなと。悩まないようにしよう。あるし、エビちゃんもありましたけどね。あのね、名前をつける能力が著しく低いと思うんですよ。エビちゃんって、ポップワンプとか、ハットキックとか、まあそれっぽいですね。マスのやつは全部かっこいい名前ですよね。そうですか。いや、っていうか、タオはだってもうホワイトウルフじゃないですか。ちなみにカムーはあれですかね、うん、マスのルアーでカムーってやつが、はい、あの、まあ、H1 の時とか、はいはいはい、カムーは神様お願いもう一匹です。結構だけだ。そうなんですね。そう、ヤバタンはヤバいからヤバタンなんですか？若い子が言うんですよ。はい。あの、まあ、なんとなく。ティモンの大悟とかが、これマジヤバタンとか。マサさん今ね、一応ボコタンですよとか、ボコタンって何？って、ボコボコです。入れ食いです。とか言ったら、いや、もういいや、その名前もらおうとか。ちょうど、その大悟がヤバタンだの、ボコタンだの言ってたから、そのまんま名前つけて。でも言うてもうすぐ40歳のおじさんなんでね。はい、あ。そんなボキャブラリーはない。でもこいつ今日何回食いました？今日もう5、6回。もう今までの傾向だとこれも食いそうですけどね。遠いかないぐらいは反応してると思うんですけど。まあ、すぐ合わせ、一度も合わせ入った。あ、そこで唯一合わせたか。うん。合わせ行く前に入った。うん。ヤバタン、ボコタンのがちょっと細いから細ちっちゃくしてみよう。でもテールがね結構長いんだよな、あっちは。ジグはかっこいい名前になるんですか？ RC フラットバックジグです。まあまあそう、コラボなんで。まあそうですよね。だってフラットバックジグですもん。